ここは西蝦夷。北海道の左上、留萌管内8市町村を巡る旅の始まりです。2016年、留萌振興局が制作した留萌広域周遊ルートガイドブック西蝦夷心旅の中から、耳で聞き心で知るひとときをお楽しみください。かつての鉄路に変わる地域の足、沿岸バスルートをご紹介します。現在留萌管内の主要な交通インフラとして住民の生活を支えているのが、羽幌町に本社を置く沿岸バス株式会社。歴史は古く、大正15年4月に滝川五郎吉が始めた羽幌手塩間の乗り合い旅客運送事業が始まりです。旧国鉄羽幌線や羽幌炭鉱鉄道の廃止後の旅客を守り続けています。現在は164キロにも及ぶ国内でも有数の長距離路線、豊臣留萌線や留萌旭川線、留萌市内線、羽幌町内線、留萌奥冬を結ぶ留萌別刈線などのほか、札幌と結ぶ特急羽幌号など都市間バスも運行しています。また沿岸バスから生まれた萌えっ子キャラクターたちが留萌を訪れるあなたを迎えます。留萌管内や近郊の地名などから名付けられた萌えっ子キャラクター、グッズやバスの車体ラッピングのみならず、留萌管内 PR 動画オロロンロボメビウスのパイロット役に起用されるなど、バス会社のキャラクターという枠を超えた活動を展開中です。大きなターミナルは3つ。国鉄羽幌線の遠別駅跡地に立つのは遠別バスターミナル。国鉄羽幌線羽幌駅跡地には沿岸バス羽幌ターミナル、さらに沿岸バス留萌駅前バス待合所があります。沿岸バスルートではかつての鉄路に代わり地域の足として活躍するバスが温かみある旅をお手伝いします。あなたも留萌でゆっくりと流れる時間、心地よいバスの揺れに身を任せませんか？西蝦夷をめぐる気ままな心旅はまだまだ続きます。留萌管内の観光情報は留萌観光連盟へ。電話番号 0164-42-3871 番です。ウェブサイト留萌クラブも合わせてご覧ください。